この間な、俺な、あれみたいな、ピノキオみたいな。あ、なんか流行ってんね。うちもちょっと後から見ようと思って。ブルーフェアリーかな、アフリカ系の方やった。ブルーフェアリーってさ、こちらになるんですけど。あ、あれやるやつだね。そう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 。卵かけてるの、うん、そう。が、坊主にしてる黒人の方やったんや。で、それが、なんか、と思って。今聞いて、想像がつかないんだけど。で、それはな、俺な、最初それ見て、あ、これいわゆるあれか、ポリコレみたいなさ、みんな怒ってるやつやんか、最近あのリトルマーメイドのさ、アリエルが、あ、アリエルがね、そう、来年公開されるディズニーの映画が、そのアリエルの方が黒人の女優さん、とにかくなんかそれがめっちゃ炎上してたりとかもするから。あ、でもそれは聞いた、アリエルの件はね。こんなにそんな感じなんやって思って、でもな、そこからちょっといろいろな興味を持ったわけよ、この問題に。で、この記事を見つけたからちょっと読んでいいですか。ディズニー映画リトルマーメイドの実写版リメイクは、主役のアリエルに黒人歌手のハリー・ベイリーが起用されたことが発表されてから常に激しい議論の的となってきた。白人ではない女優が主役を演じることにネガティブな反応が集中している。これさ、俺予告編見たんやけどさ、めっちゃ普通の人にも綺麗やったけどな。そうね、多分ね、その綺麗やねんけど、言いたい意味も分かる。ちょっとまだ続けましょう。最近公開された予告編には、怒りに燃えたファンから2日間で150万件の低評価を集めた。コメント欄には原作となったデンマークのおとぎ話を尊重するべきだという主張も投稿されたが、ディズニーのオリジナル版アニメ映画が原作の跡形もないほど脚色していることを考えれば、馬鹿げた主張だ。一体なぜこんな状況になってしまったのだろうか。自分と同じような見た目のディズニープリンセスの姿に興奮する子供の動画を投稿している親もいる。でも、俺別にもうとことんリメイクしてええやん派やねんけど。もう人種変えていいやんって思ってるんだけど。いや、全然うちも人種変えても全然いいと思うし、偏見とかそういうのないんやけど、多分言いたいことが意味わかる。多分変えてほしくない人は別に黒人の方をわざわざ使わんでも、新しい黒人の人魚姫を作ったらいいやんって話をしたんやろ。そうそうそう。でもさ、子供がさ、例えば劇とかするときにさ、あなたは黒人だからアリエルの役はできませんって言うのかわいそうやなって普通に思ってまうんやけど。俺もな、例えばな、モタロウの役とかやりたいね。時代劇とかでも、俺もなんかな、坂本龍馬のな、役とかやりたいんだけど。歴史をねじ曲げる的なことに繋がるから、そこがな、ワンちゃんに批判されるんやったら別にいいかなと思うねん。それはもう歴史を変えて子供たちに伝えてしまってるからっていう批判が出るんやったら、まだいいかなと思うねん。だから俺が坂本龍馬の役をやるとなって批判されるってなったら、それは仕方ないなと思うけど、でも桃太郎の役は別にさしてよって感じやねん。だって実在せえへんねん、その人。でもまあ批判されるんやろ、多分。これ批判してる人たちはそれを批判してる側の人やろ。だからその人たちはもしかしたら新しいものに対しての変わるっていうのに対してあんまりこう嫌だっていう人たちなんじゃない。これ原作をそのままさ、忠実に再現するリメイクってなんかもう手抜きやと思ってます。だから別に黒人の方になっても俺いいし、歌うまかったら別にいいしと思うけど なんでそんなに逆にさ、みんな怒ってんのか。まあいいじゃない。例えばその普通にいっぱいあるやん、アリエルのアニメ。自分が見たいやつを見たらいいんじゃない。オスカー賞って何だっけ、アカデミー賞か。アカデミー賞ね。なんかいろいろあるやん、うん、あれもなんか今その基準があって、いろんな人種を出したりとか、その多様性みたいなものをちゃんと体現してないとあかんとか、なんかそういう裏事情も実はあったりするらしいんやけども、まあそれがまたそれで無理にじゃあ入れんとあかんってなってまうから、変わるのはどうなんて思うんやけども、うん、まあ俺は別にいろんな人種の元あった原作と変わって人が変わったってことがあっても別に、あ、おもろいやんって言って見れる人やねん。ただ一つ言いたいのは、例えば黒人やった人のキャラクターを白人にすることはホワイトウォッシュって言って叩かれんねん。だから俺は別にもともと黒人やったキャラクターを白人にするのだけダメにしてんのに、黒人のキャラクターを増やすのが OK とする考え方には反対で、これはどっちも許すべきやんって思うねん。あ、それはね。そう。そのじゃあ、タイタニックをやって、うん、ジャックとローズおるやんか、あれがもうアジア人やった。でもあれさ、タイタニックもさ、実はローズとジャックなかったんじゃないかっていう話で。あんな、あれ実在する話じゃないやん。タイタニックは実在するけど。あるけど、その中のローズとあの二人の話は、なんかちょっと、まあ、着色加えられたみたいな。着色に。着色。着色に。着色は、紅色にしたのみたいなね。
あのネックレスは実際に存在するネックレスやん。最後バーンって投げるやつやるやんか。あれは呪われたネックレスとして存在してて、持ち主を幸せにするっていうので有名で、タイタニックもあれを運んでたから進んだんじゃないかっていう話もあるぐらい。タイタニック全然リメイクされへんな。でもあれはあるかも。タイタニックリメイク、タイタニック2って見たことあるかも。じゃあタイタニック2012っていうのがある。今から2010年に公開されてるタイタニック2012っていう映画がね、俺も確か見たことある。めっちゃやば。何それ、ほんまやん。しかも全然違う人たちやん。これさ、めっちゃとんでも映画やった気がする。再び起こるタイタニック号の悲劇を描いたパニック。タイタニック号沈没から100年後の2012年、豪華客船タイタニック2号は大西洋の横断、だからそのタイタニックを記念して作られたタイタニック2号ってやつが100年後に作られんねんけど、それもまた沈むっていう感じ。何でもありなんですよ、世の中って。